本日のゲストを登場していただきましょうまずは原圭一監督、えー、続きまして樋口真二監督、えー、東京国際映画祭プログラミングアドバイザー氷川隆介さんですご紹介ありがとうございただきました氷、えー、川隆介です、えー、今日の特殊ちょっと長めなので,ですね、私もすごく 楽ししみにしております、えー、とまず原監督の方から2日目を迎えられたご感想とかご挨拶兼ねてそうですね最近僕の「作例がこんな大きい劇場でったことがなかったんで, <laughs> でこんな古い作品をこんな大きいスクリーンで、うん、また見ていただけることがすごく嬉しいです。 今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> えー、そして樋口監督からもご挨拶と、はい、一言いただいて。えっと、樋口と申します、えー。まあ。原さんの映画が好きな人です。<laughs> よろしくお願いします <laughs>、はい。よろしくお願いします。<laughs> で、早速、あの、本題なんですけど、あの、二人、すごく、あの、仲がいいというふうに伺ってますけども。そも、そもそもの出会いっていうのは。 何年前どういうきっかけかそのあたりからちょっと原監督の方から僕はあのまあ樋口さんの名前は知ってましたけどねあ,の、はい、あんまり縁がある人だとは思っていなくてそれが、えー、のこの大人帝国を樋口さんが見た後にまあ共通の知り合いであったあのえー 中島和樹さんという、えー、劇団新幹線の座付き作家をやっている当時はサラリーマンだったんですけどね、うん、出版社の双葉社という、はい、あのしんちゃんのあ出版でその人を通して、まあ、樋口さんが僕に会いたいとでいうことで3人で会ったのが、まあ、あ今至る始まりですよね、はい、そうですね。 それはお会いしたいというきっかけはこの映画だったんですか最初はね、全然それは原さんを介さず原さんの作品と私みたいなことになっちゃうんですけど温泉、たまたま大追跡温泉、わくわく、今、マジにわくファンかよみたいな温泉のにあにちょうど1999年の春だったんですね、あれは。 ちょうど僕は「ガメラ3」という映画を作って同じ同じ時期だったんですまあ言っちゃえば怪獣映画だいぶお客さん取られたと。でその時のプロデューサーだった大英にいた土川さんという人が「東野さんクレヨンしんちゃん見た」とか言ってやっぱ子供向けで怪獣ものやるんだってああいうふうに忍び込ませないとダメだよみたいなこと言われて見たらあ本当私物化してるなと。もう あの時の時貝ロボット描写とかあれどっちかというと怪獣ものである以上に貝ロボットものじゃないですかやっぱりもうその辺も含めてああ好き放題やって丹波さん出てくるしみたいなね本当にねいや本当好き放題やってる人だなっていうのでそ次の年見たらまた今度はっちゃけたことをやってでどんどんこうその辺の好き放題に拍車がかかっていくというですねそのピークが今日の大人帝国。 ことなんですか、ね、ピークになるんです、ね最。最初の、のうん、そおあ、だからお会いするきっかけと、うん。あ、そうですね、そうですね。はい、で、ちょうどその時にあの文化庁のメディア芸術祭というななぜかわかんないですけど、私が審査員をやらされてて、はい、でその年何がいいですかって言った時に。 誰も見てなかったんですよ。クレヨンしんちゃん、ダメだろそれ予備審査会かなんかで俺が一石ぶってみんな見に行きなさいみたいなことを言ってそれでその年取ったというですね。いや大人帝国取ってないと思います。いや取ってない。取ってないんだ大人帝国は全く見向きもされなかった。いやそのこそのこ商人はね商人は。いや僕あの浜野先生から伺いましたけどものすごいプッシュしたんですけどあの当時はやっぱりちょっと PTA の あれを気にして。あ、それでダメだめ。見送りになったっていう。ええ、まあ、一応ね、あの、文化庁。あの、浜田先生、もうすぐお、押してくれたら、みたいですね。国、国の。じゃ、俺が、だから、見ろって。あ、そういうことだったんですね。浜田先生、自分で見つけたみたいな。はい、恐れ。大体俺な。まあ、じゃ、それ、やっぱ、やっぱ、おとん以前以降で、結構。大きく変わってるってことですよね。だと思います。は僕自身も、あの、大きく変わ。っ の、えー、のがこの作品からですよね、えー、それまでの「しんちゃん」っていうのはなんとなくまあ僕の前に監督をやってた本郷充さん時代からまあパロディ、えーな何かジャンル映画のパロディーみたいな作りでずっと作り続けてきてたんですけどこの「大人帝国」で初めて僕としてはなんか何の真似でもない。 あの一本の映画としての,あの作品ができたっていうあの実感がすごくあったんですよね。はいうん、それはあの、えっと、周りはものすごく戸惑ってました周りっていうかあのお金を出す人たちね「はい、なん,かしんちゃんじゃねえじゃん」みたいな <laughs>、うん、それですごく戸惑ってて僕もそれは自覚もあったんで<え>、うん、俺は「しんちゃん」じゃない「しん,しんちゃん」を作ってしまったっていう。 だけど気が付いたらできてたんですか、うん、じゃなくてまあまあそれは作ってる最中でスイッチが入ったみたいなそうですねどっかで、うん、だから最初はまあいつものようにまあ最後にまあ敵とし,しんちゃんファミリーのおバカな戦いがあってしんちゃん一家が勝利するみたいな流れを考えてたんですけど この大人帝国に関しては悪役にものすごく僕感情移入し,しすぎてしまっていつものような結末が描けなくなっちゃったんですよねうん、うん、ですごく悩んだんですよ僕自身あのそれをやったらしんちゃんじゃなくなっちゃうっていう自覚はあったんでだけど映画としてはここを作った方が絶対いいだろうっていうことでもう 大きく一歩踏み出しただ、まあでその時に僕が考えたのは多分お客さんも出資者たちもこの映画を見たら多分怒るだろうと思ったんですようん絶対怒るで,で僕は多分クビになるなと思ったんですよね「しんちゃん映画」からでそれでもいいやと思ってやったんですよねそしたらところがまあだからまだその初号とか試写会とかの段階では そこで見ただからその偉い人たちはあのみんな戸惑ってたんですよ、なんだこの映画はみたいな感じで、うんまあ、あとも、だから本当にもう当時そのテレビ朝日の映画部の部長だったバカ野郎がいるんですけど <laughs> 本当に、ねはい、最低な野郎がいて <laughs> そいつが言った言葉が、はい、僕は直接聞いてないんですけど間接的に。 こんな不愉快な映画初めて見たって言ったんですよ、うん、ああそうだろうどうせ <laughs> あお前はそう思うだろうなと思った <laughs> や,さやさぐれてますね <laughs> <笑><笑>ところがお客さんが喜んでくれたす,、はい、すごいそ,す、ね、それは僕にとってものすごく驚きだったんですよねうん、うん、あこれでいいんだと思ってうん、うん、でそこからなんかやっぱりちょっと自分の作る作品が変わっていった って気がしますよね。ですね。お客さんに関してはその子供さんも喜んだし、育ちが大人だけじゃなくて、子供も喜んでくれたんで,で。なおかつ大人も喜んだんで<う>観客層がふ、うん、膨らんだ感じだったんですよね。うん、だからそこでやっぱ思ったのはあ俺。なんかあの？こう！形を決めて作りすぎてたなと思ったんですよね。しんちゃん、映画とはこうであるみたいな。だけど、あの？ そうじゃないものでもお客さんはしんちゃんの映画として楽しんでくれるんだということを初めて気づかされたんですよちなみにそのしんちゃんの映画って毎年作られてるじゃないですか、まあ、今だいまだに作られてると思うんですけど作り方としてそのまあ原作があってそれに対してまあ劇場版だってまあそれこそ新映画やっている劇場版アニメの作り方っていうんですか。 長いプロットをどなたかが用意してそれにキャラクターを当てはめていくっていうか、うん、それに近い形で毎年そうですねそれオリジナルとして作っていいっていう。あいやそれもねあのだんだん変わっていって、ええ、まあ最初の頃は原作者の臼井さんが今度はこんな話が見たいとかいうアイディアを聞いてでプロットを書いて。うん でそのキャラクターののそのゲストのキャラクターのデザインとかも臼井さんが書いてくれたりしてたんですけど、ええ、もある時期に臼井さんが「もう僕いいです」と「お,<僕>お任せする」みたいな観客になりますからって感じで、ええ、あともうお任せしますと言ってくれたんですよね、ええ、だからそこからはもう本当に好き勝手できるようになって <laughs> それ何作目ぐらいそれはね 多分あの僕が2本目に監督をした「あの豚のひずめ、はいうん」あの辺りからは割ともう自由に作れるってますね。その自由って言ってもやっぱりそのなんですかひ人様のもんだったり、うん、そこにはそのテレビ局や広告代理店やいろんなところの出版社やいろんなところの思惑がこう。 絡むわけじゃないですか、ね。うん、それって誰かそういうなんかこう。例えば好き勝手やろうとしたときに。そういうものって大概好き勝手は許さんみたいな。うん、壁だったり、うん、その。ルールはこれですから、これを守ってくださいみたいな。うん、絶対あると思うんですよね。ねうん、キャラクターを。壊すからだ。ね、警察みたいな。まあ、それはあるんですけれど。あのー。もともと、あのー。クレヨンしんちゃんっていう。 企画は誰も期待してなかった企画なんですよテレビのスタートからあみたいですねすぐ終わるつもりでつなぎの企画として始まった番組なんですよね6か月で終わるはずだったんですよ何かの企画の代わりにそそうう穴埋めみたいな感じでだから多分作ってる人たちは誰も乗ってなかったんですようん 6か月で終わるからみたいな、はい、まあしょうがねえ我慢してやるかみたいなそ,その分やりたい放題だったってことはもうどうせ終わっちゃうんだからとかもう思いっきりそこは、えっとね、ほ本郷さんって人は結構戦略的に作品を作る人で本郷さんは本郷さんで、まあ、6か月なんとかあのこの作品をやるという上で考えたのはその現場が楽に。 作作れる作品にしようとああ、はい、でその演出的なあの、うん、妙なそのテクニックとかそういうものは一切使わずもう本当に紙芝居的な、うん、あの絵も簡単で演出的にも凝らないで,で楽に作ってかつ面白いものを目指そうっていう作り方だったんですよね。 あの、僕らとしては、やりがいがないわけですよ、やっぱり。ちょっとでも凝りたいの。そう,そうそうそう。<laughs> はい、うん、でなん、なんか、えー、なんかやりたいこと全然できねえなとか思いながらやり始めたら。<laughs> はい、オンエアが始まった途端に。<laughs> えー、もう どん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 人気が出てもう本当に社会現象にまでなってバイバイゲームみたいな感じでし、うん、視聴率が上がってったって、うん、したらもう誰もやめようって言わないで, <laughs> <laughs> でその流れで映画にするってことそうそう でもえ映画も作るみたいになって、ええ、でもみんなで困りましたよ <laughs> おいしんちゃん映画になるんだってよって <laughs> どどういう <laughs> <え> <laughs> 長編でどういうものを作ったらいいんだってもうみんなで頭がかえてまあ先ほどの紙芝居的なものと反対ですね、うん、映画ってその路線で映画作るわけにもいかないなっていうことで、ええ、まあみんなで知恵を出し合って最初の一本作って。ええ ああやれやれなんとかできたと思ったら映画もヒットしてまあ、公衆20億でですよねじゃあ2本目もあるよって話なてでもうそこからずっともうまいたしそう考えると最初の頃ってこういうものを作ろうっていうある程度そこでフォーマットができてパロディーであったりとかやっぱ、ジャンル映画のパロディーでありましょうっていうのはいやそれは やっっていくうちに決まってくんですかだから1本目の、ええ、えっと映画をどういうふうにするべきかっていうあの会議に、まあ、僕も参加してたんですけどあの、まあ、僕の記憶が確かならば多分そのしんちゃんの好きな劇中のテレビ番組のアクション仮面というヒーローがいるんですけれどそれをこうあの。 フューチャーして、えー、一本作ったらどうだろうみたいな話からなんか突破うが開けたような記憶があるんですよねうん、うんはい。やっぱ映画にするにはそういう一つ軸っていうか核になるものがないと難しいってことはある意味そこでねそのネタ化するっていうか、はい、その映画内映画みたいな映画を見ながらその劇中の人物が映画を見てるみたいな。 に二重構造みたいなってでうん、うん、実は最初から、ええ、でも実は全部それ踏襲されてるっていうか、うん、そうですねその後、うん、まあ伝統みたいになってますよね、うん、でその中であればつまり「クレヨンしんちゃん」はいじっちゃいけないけど、うん、その中に出てくるメタ化されたものはいじっていいっていうそこの自由度が。 高い分、そのなんだろ全体を侵食し始めるっていうか、ブリブリざえもんとかもそういう。キャラクターじゃないですか。そうですね。しちゃんそのもの、の属性だったり、野原家一家はいじっちゃいけないけど。そこに絡むゲストに関しては、何やってもいいっていう。そう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 。そのなんか、法の拡大解釈みたいなのが。まあ、ここに至るわけだけど。 <laughs> 困ってます<笑><笑><あの笑>まあでもさっき感情移入できるほどそういう強い敵側がキャラクターが出たっていうのも多分この流れの中にあるれいだと思ううんですよねそのまあだから本当にまあもうだから2本目からはあと脚本も作らないであの作った。 もう映画なんんですよしんちゃんってダイレクトそうそうそう、えー、<laughs> まあなぜかというと、えー、まあ1本目の映画が夏公開だったんですけどヒットしたんでじゃあ来年もって話になったんだけど、はい、あの来年はゴールデンウィークに1日で話になったので 1> <laughs> 1、ね、もうこれ脚本をきちんと作ってたら間に合わないって話になって、えー、それでだから本郷さんとか僕とか。 がアアイデアを出してで本郷さんがプロット作ってでそこにまあ今やもう監督として活躍されてるけど湯浅正明さんというすごいうまいアニメーターとかがそのビジュアルのイメージとかを考えてでそれを見ながら僕らも絵コンテを進めていくっていうやり方が しばらく続いたんですね。はい、時間はないけど、人材はあったっていう、ええ。そうす、すごい夢のような。本当 <laughs>、うん、ですね。で、あの猛烈を、もともと、この場合は。ジャンルムービーとか、映画じゃなくて、万博じゃないですか。はい、その万博。っていうネタの。どういう感じで、思いついたのか、まあ。きっかけは。あの。雑談だったんですよね。はい、きっかけは、スタジオでの。はい、あの。たまたま、同世代の。 人間があのたなんか雑談を始めたら万博の話になったんですよで万博っていうのはあの若い人や海外の人はよくわかんないかもしれないですけど1970年に大阪万博というあのものすごい大きい万国博覧会があったんですねでそれがもう日本市場というか、まあ、世界市場、えーまあ、あの何年か前 の中国の万博に抜かれたんですけどそれまで万国博史上最高の動員数だったんですよ半年間で6千数百万人のお客さんが来たとで僕らはその頃も僕は11歳だでで,であの21世紀はこうなるっていうことが割とテーマだった万国博覧会でものすごくこう 憧れたんですよね、はい、で行きたいと思ってで親に言っても最初はダメだと言ったんですけどあの結局あんまり僕は行きたがるもんで <laughs> あの母親が僕だけ連れてあのまあツアーですね当時ね群馬県から大阪に初めて新幹線に乗って行って、はい、でツアーで見て。 で,でもそのツアーっていうのが万博博覧会を1日見て翌日は京都観光っていう万博ずっと見たいのに1日しか見られなくて、えー、でしかも、えー、そ人気のあるパビリオンは長蛇の列だったんで母親はもう行列に並ぶっていう感覚がなくて 2>,、えー、2時間待ち3時間待ちとか言うと。はい そんなバカなみたいなそれでも結局そういう見たいものはほとんど見れずになんかよく分かんないちっちゃい国のスイーターパビリオンとかありましたねいっぱいやっアフリカの諸国のやつとかもやもやして帰ってきたっていうそんな話をやっぱ同世代がみんな同じように経験しててものすごい盛り上がったんですよダンスさんが。 であ,あ、これそうか、これってなんかネタになるなと思って、えー、で最初はテレビシリーズであの僕がプロッとか行って春日部にその懐かしいものを体験できる施設ができたっていうあの話を作ったんですよね。はい、でもそれ作ったらさらに火がついちゃったんですよ <laughs> まだこ,れこんなもんじゃやり足りないと思って。<laughs> <laughs> <laughs> なんちゃった。そうそう。それで映画のネタにした。樋口さん、万博体験はどうなん。ああ、やっぱ一族労働で行ったんですけど。東京だったんですけど。何が恐ろしいかって、日帰りだったんですよ。え。パラソルすごいじゃない。もう止まれない。みたいなその日のうちに帰るみたい。な新幹線で行って。で、記憶は大人のお尻しかない。んあ、まだ、まだちょっと小さかった。大人のお尻と。 あと、はい、スイス館が空いてるらしいってスイス館行ったら、ええはい、スイス館ってご存知の通り建物だけなんですね日陰になってるっていうだけで <laughs> ああそうだった中に入れるわけじゃないっていうだったりとか。はい、あと ペプシ館というのが今駅ですペプシ館に行きたい行きたいって言ったらなぜか知らないけど親戚のお兄ちゃんがペプシを持ってくれてそれじゃないでこう何しにけんだぐらいの三菱ミロイカは行かないもう無理ですよ全く無理僕一点狙いで三菱ミロイカそういう大人の戦略が特撮丸いじゃなですか僕ね人気のあるパビリオンだと日本館は行ったんですよ多少並んで クののマークの格好してるそそそうそうそう上から見とであそこでそのリニアモーターカーの模型があったんですよね、えー、であの模型だけど本当にリニアなんですよで21世紀はこれが当たり前の交通機関になるとまあいまだにまだ実用化されてないだけどその時にあの初めてえっとだからあの当時その当時その電話会社っていうのはあの 電電公社っていう公社だったんですよ一般企業じゃなくてそこのパビリオンで世界で初めての携帯電話電気通信館ですね電気通信でトランシーバーぐらいでかいんですよねそれを使って自由に電話がかけられるっていうパフォーマンスっていうかかそういうサービスをしてたんですよねでそれとかあってだけどあの時に見た ものの中で想像以上の発展をしたのは携帯電話だけですね。あそれをそれを目の当たりにしてるんでなんで携帯持ってしない？いや原さんってねあの連絡取れないんですよ。有名ですよね。携帯持ってなくて基本的にあの連絡は飲みの誘いとかファックスなんですよね。ファックスで日時決めてミーって送ってでオッケーミーって。 本当ねもう三大携帯電話を持ってない男ですからねそれで何か不都合でもあるのか今日いい今日,いい,や今日い,い,いいチャンスなのねとか今みたいです、ね、な、ね、<laughs> 今日もこれからね待ち合わせをするのに、ねはい、原さ一回家に帰らなきゃいけない、ね、<laughs> 待ち合わせの時間がどうなるかわからないて時にね、うん ファックスを取るためファックスを受け取るためだけに家に帰らなきゃいけないと全然不自由じゃなさそうですねあ僕はね周りは多分困ってると思うでも万博の話ばっかりならちょっとあれですけどこのぐらい万博というのは我々の年代にとっては麻薬的効果がそう危ない危ないと思って今ちょっとブレーキ踏んでますでまだから観客もそうだけど主催者も やっぱりなんか、はい、それに浮かされた時代があってねその後だから続々万博があって、はい、まあどれもこれもそんなに盛り上がらなかったんででまあ本当にあの若い人は知らないと思うけど今あのお台場っていう場所が本当はあの東京の万国学会場でやる予定だったんですけど。はい まあ、あの青島由紀夫というクレイジーキャッツというその、えー、コミックバンドの名作を作詞したで小説も書く多彩な人がとと放送作家ですね、ええ、<laughs> それがあの都知事になった時にこ <laughs> んな無駄なことはやめろと白紙に戻して、うん、でその後、まあ、今のお台場になったとっいう経緯がある。まあ はい。<laughs> あまり何も立ってない。そうですね。えっ、ー、<laughs> と、映画の方に話戻します、ね。あの、ひげ <laughs> <laughs> <laughs>、万 <laughs> <laughs> さんから見た、大人帝国の魅力とか、ちょっともう少し、そ <laughs> <laughs> っちの方に振りたい、ね。<laughs> うん。意外と、僕は、その、なんだろ原さん、が思った以上に、あの、あって話した時に、<laughs> はい、あのー。 なんだあの遊園地を作ったあの大人のまあまあマッシュルームカットの2人組に対しての思い入れが強いので意外とびっくりしたんですよ俺は。俺見た時すごいなんだろうそっちは面白いけどそんな邪魔な大人は俺の中から出ていけっていう映画に見えたんですよね。やっぱりそうは言っても未来は子供のものだってそのしんちゃんたち子供のものだっていうところに何だろう持って何だろうぐっと一回そっちに振り切れたものを元に戻すそのモーメントみたいな。 それが性の方に感まちゃん <laughs> ですもんねもで本当ぱ東京タワーじゃないからタワーですねータワー,ー,タワーに駆け上がっていく <laughs>、はい、しんちゃんの,あの背,景背,景動画背景動画とかを見ると、ね、もう泣いちゃうわけですよ、はい、もうやっぱり、まあ、何度も転びますもんね、うん、でもあそうかこれの元ネタはねあとです。陸軍だったっていうね いや、それは意識してないけどでも本能的にそうですよ。だから原さんに詰められて木下圭介さんの「陸軍」という映画を見ててね、始まりの道にもインサートされてます。あれもやっぱ走るんですクライマックスはあと思ってここだっていうのはね、それで今回、上映しないです、始まりの道はあるますぜひ見ていただけると思いますが、本当に、本当、なんだろう、僕の中でもやっぱり、その。 やっぱ、あの、同世代で、やっぱ万博大好きみたいんで、そっちに気持ちがいくんだけど、そのまま行ったら、確かに、あの、どっかのテレビ局の人みたい、最悪の映画になるかもしれないっていう。嫌な予感しかしなかったですよ。やっぱり。好き放題やる。や、大人、なんだろう。大人が会ったこともない、ないけど、大人が好き放題やってる。嫌な映画なんじゃないかと思ってたら。そういう映画っていっぱいあるじゃないですか。意外と、こう、何してもいい。あの、何してもいい力を得た。作家ほど、そういう映画を作っちゃって、まあ、っていうのが、まあ、多くは言わないですけど。でもね。 そうじゃなかったことが僕が、誰かに言われたわけでもないですよね。うん、そういうなんかせめぎ合いの結果、ああ、なったわけではなくて。うん、あの構成っていうか、クライマックスに向けて、その、うん。まあ、あのー、まあ、樋口さんもね、こういう。その商業作家としてずっとやってきてるから、よくわかってるだろうけど。工業が。まあ、上がれば。うん 文句は言わないんですよ、誰も内容がクソだろうが。で、僕が作ってる時の「クレヨンしんちゃん」って毎年下がっていったんですよ、工業収益が。ちょっっとずつ下がてで、最低になったのが温泉ワクワクとさっき、怪獣ロボットになった、出たやつで。 まあ理由もあるんですけどねあのオウムの殺人事件があった年で人が集まる場所がまた狙われるみたいな噂があってもう初日がガラガラだったっていうあの時に公開された映画ってどれも多分ガラガラだったはずなんですよ。でそこでついに1桁になってもう終わりだねって話になったんだけどもう1本だけやろうって話になってそれで作った。 のがその嵐を呼ぶジャングルとで僕は僕でまあそれまで散々好き勝手私物化してた自覚もあったんでじゃあ最後の「しんちゃんだから子供にサービスしよう」と思ってあのそういう作品を作ろうと思ってサービスして作ったら上がったんですよ。 でもね「猿がアニメ作る映画ですよね」ですよね。アフロヘアの男が猿にアニメを作らせてですね。そういうところを見ていくと結構マニアックだったり趣味性が随分入ってるんだけど飛ばしてるなと思す上がったんでそしたらじゃあまた来年もって話になって。 そここででまたたた好きななとやっっていいみたいみ <laughs> だけど困ったんです正直、えーえー、もうないよとやりたいこと。<laughs> えー、それでまあそのああ公開年度が2001年だったんで、はい、じゃあ,まあ21世紀を、あのー、見せるイベントだったその大阪万博を思い出して、まあ、そういう懐かしいものをネタになんか一本作っちゃえと思って取り掛かったんですよね。

イメージボードってことですかそうですねイメージボードですね、はい、えっとこれとあのレッドカーペットでも見せていただいた、はい、猫の T シャツとの関係みたいなものはなんか、ええ、うんまあ関係はあると言えばあるんですけれどはい。 まだ言えない。まだあんまりあの言うなって言われてて、僕が言っちゃてしょうがないですけど、じゃあ俺もなんか言っちゃいけないですね。いやいやいいですいいっす。あのどんどんあの勝手に妄想膨らましてくれる。あ、ヒルさんからどんどん質問していただいた方が面白い。ええ。はい。あヒルさん、ご感想どうなんですか。あの女の人だなって。いやいやそう。見て見たものを解説じゃなくて、これから。 原さんの作品ってやっぱそのあの男の子作品か女の子作品ってあるじゃないですか。そういうことですね。ジャンルジャンルっていうか方向性としてだから結構どっちかというと男的なところが続いた中で猿滑りであガーリーなところに行ってあ今度も変わっているねところですかねやっぱり。まあ主人公で大丈夫なんですか。そうですね。えまあなんとなくはかってもらえると思うんですけど。 まあファンタジー色の強い作品で、ええ、まあこ,この絵はあくまでイメージ、はい、その作品の、えええー、世界観を、まあ、一枚の絵で表すときにこういう、はいえー、絵になったっていうことでこの先に何があるか、はい、で、まあ、ファンタジーなのでその現実世界から異世界に、えー、この少女が行って いろんな体験をするという、はい王道。王道ですね。うん、物語、えーはい、王道です王道王道の、えー、まあ冒険ファンタジー、はい、でえー、っと僕としてはだから本格的なファンタジー映画っていうのは多分初めてなんですけれど、そうですね。うん、割と現実的なものが多いですよね。えー、で今現在あのエコンテ作業を進めつつ作画作業ももう並行して入ってまして、はい、まあそれなりに順調に。 今進んでいま,す、はい、でまあこの絵を描いた人間とあのこっちの,あのポスターの絵を描いた人間は同じ同一人物で非常に才能のある人間で今その人間に僕は今ものすごくえ信頼して、はい、で、まあ、お互いにこうインスパイアをし合って、はい、えいい環境で仕事ができていますね。はいはい いつぐらい公開とかまだ全然。うん、公開はまだ決まってないんですけど、来年には完成す,する予定で今進めています、ねええ。本当に順調、政策順調、会長みたいな。タイトルもまだ言えない。タイトルは言っちゃいけないって言われました、ね。言っちゃいけない。はい、まだ決まってないんです。言っちゃいけないというタイトル。<laughs> 俺<俺>あ,あ、それいいね <laughs> <laughs>。まだ言っちゃいけないタイトル。<laughs> いやでもそうそう取られて戦略的ですよ、ね。<laughs> 一枚の絵から始めてみたいな。はい。まああのこのねシルエットの形がね戦艦山門の四十三センチ長砲弾の形。あ似てる。似てますよね。これそういうなんかこのあるあるが。いやある絶対そうあの濃いところのあるが似てます。似てますよね。鉄砲弾ですね。ええ。それ断面なんじゃないかとかね。いやです。そまたジャンルがか化が詰まってるところにって戻っちゃうじゃないですか。そう。したらいろいろ深読みができるなって。うはい。 ファンタジーではあるんですけどそのやっぱり人間の関係性とか、はい、それとかまああのユーイオモアとか、ねまあ、あとはだからシリアスな展開、ね、それにアクション、はい、もうかなり僕が今まで作った作品の中で一番大サービスの作品になると思います。ね、一,一大 <laughs> 娯楽映画って。はい。娯楽映画です。しかもね。まあ、アニメーションで絶対描いちゃいけないって。僕もね、あのいろいろ、いろんなところ。からプロデューサー止められてる。のがやっぱり自転車なんですよね。自転車はやめてくれって言われます。え、な、なぜ、どうか理由が。作画大変だからですよ。ああ、そうです。あの、それは昔、井上俊之さんに聞きました。自転車はやめてくれ。いかに大変か。ええ。いや、本当に。それがね、アニメーション的な挑戦と、そこにも現れてますよね。まあ、自転車が、もう。 まあだから今はまあ今 3D で作るっていうあの手もあるんで、はいえー、自,自転車だけ自転に乗るシーンが結構長いシーンがあるんですけれど、はい、そこなんかもまあ、あのー、アニメーターがもうすでに、えー、レイアウトというそのラフな。 動きと背景を両方描く作業を済ましてそこは手書きで済ませたんですけれどまあやっぱりこういうあのメカまあ自転車メカ,メカですよねはあのやっぱり人物とこうぴったり合わせるっていうものあとはだからその直線が多いものはあのー パースが来ると一発で変だってのがわ、ええ、分かるんでうん、うん、アニメーターもみんな嫌がるんですよ自転車が、ね、しかも乱れてるものだからちょっとでもおかしいとすぐ分かっちゃうみたいなことだったんですね、ええうんまあ、そこにだか 3D の正確性みたいなものをミックスして今作業しようかみたいな話になってるすごいおかしいんですよね買うとあんなに安いのに買、はい、くとあんなに表現するとあんなにお金がかかるですね,そうですね <laughs> しか漕<あ>いでる分だけ作家しなきゃいけないからそれで大変みたいな、ねうん、話が尽きないところですけど、はい、そろそろ <laughs> お時間となりましねちょっとフォトセッションを最後に<あ>えやらせていただいてなお、ですねイベント終了後六本木アリーナの方うに蔦、えー、屋さんが出演しておりまして、えー、そちらの方で原監督のサイン会を行わせていただきますのでもしよろしければごお願いします。<laughs>